お世話になります。今日なんですけど、ライジの社長、佐々木原社長とキャバクラに来てみました。お願いします。はい、お願いします。ちょっとまあ対談でもしていきましょう。はい。こんな風にキャバクラ来るのないね。初めてですね。初めてだね。はい。ミクロがどうやってあのお姉ちゃん口説くかちょっと見てみたいですね。ああ、口説いってもいいですか。いや、いいでしょう。口説いてった方がいいですか。いやいや、まあなんか格闘技のこととか、うん、まあいろんなことを久々に話せたらいいなって、ね、うん、まあいろんな話ができるといいよね。はい、うん、年末のね試合が僕はないわけなんで、この時期に飲めるのも結構僕出てきたじゃないですか。うん、そうだな、はい、あれだよな、本当年末がないってなるとそれはそれで選手からするともう1年仕事納めだもんな、ある意味。まあ YouTube の撮影とかはあるけどさ。ああ、まあまあ、そうか。だって最終日が試合ってなったら、今なんてもう一番こうピリピリして追い込んでる時じゃん。そうですね。だからクリスマスとか、まあ大晦日とかね、うん、毎回その世間の人とは違う感覚でしたからね。そうだろうな。クリスマスなんて彼女いても楽しめなかったんで。そりゃそうだ。減量末期だし。そうだな。ピリピリするしな。キャバクラなんですね。そう、J ボーグさんって言って、はい、銀座の中にある人気店らしいよ。はい、うん、まあ、あの僕も初めてお邪魔するんですけど。すいません、お邪魔します。どうもどうも。今日は、今日はどうやって座る？真ん中？真ん中来る？いや、めっちゃ格闘技の話してて真ん中気まずいと思う。格闘技詳しいですか？たまに見ます。見に行ってる。たまにね。見に行ってるか。たまに。うん。YouTube 拝見するぐらいです。あ、そう。格闘技見ます？あ、たまに私も。たまにですね。そうですね。まあそのぐらいの方がいいし。そうだな。もうここでもうガンガン格闘技の話されて突っ込まれても困るし、ね。でもキャバクラあんま行かないんですよね。ラウンジは行きますけど。あ、そう。はい。俺はラウンジもキャバクラも行くよ。あ、そうなんですか。はい、なんかね、僕キャバクラの客層に僕のファン多そうなんで行きたくない。ああ、まあだけどラウンジに行ってもキャバクラに行ってもまあ最近個室でしょ。そうですね、個室だよね。コロナの期間に増えたもんね、個室の飲み屋さんで個室のね。確かに。だけどキャバクラ見てる人たちも知ってると思うけど、キャバクラとラウンジの違い、うん、よく分かってない人もいるかもしれない。うん、そうなんですね。なんかラウンジの女の子は働いてるのバレたくない系な気がする。うん、でキャバクラの子はこう、うん、なんていうの、有名になりたいから、うん、あイメージ。あのラウンジの方がパパ活してる子が多いんじゃない？いや、そうね、なんかそういうイメージがする。今のと似てて、あんまり働いてることを分からずにできればなんかパパ見つけたいみたいな。知らないせずにね。キャバクラの方がもう髪の毛もモリモリにしてもう本当に表立ってやってますみたいな。ギャルですよ。ギャルの清掃にちょっと分かれそう。ああ、確かに。でもキャバクラが一番これはいいんでしょ。もう絶対ね。そうだね。そういうよね。そうそう、乾杯しますか。乾杯。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。初めてですね、飲むの。こういう風ではね、飯食った後にちょっと飲んだりとかあったけど、じゃあ飲み行こうぜっていう感じで飲みに来るっていうのはないね。行きますか。行こう。暇なんで。暇でね。あの、ライジンをタイトルマッチとかになると、シャンパンファイトってやってる。エンジェルシャンパンさんが、ライジンのスポンサーになってて、今回、シャンパンを、最初の乾杯は、あの、堀口選手がね、スパンやってたやつ、ね。そうそう、スパンって。それでは開けさせていただきます。はい、お願いします。今でもすごい人気なんだよ。そうなんですね、うん、まあ、キャバクラとなんか親和性ありそう、うん、きらびやかで、きらびやかでね。それでは開けさせていただきます、はいはい、じゃあそれでは第一に CEO 榊原さんと路上の伝説カリスマ格闘家にして超人気 YouTuber 朝倉みたいな、なんとことエンジェルブラック5周年記念モデル頂戴いたしました。ありがとうございます。さあさん2211、ありがとうございます。こういう感じなんですね。キャバクラの女の子たちは接客してくれるけど、うん、ラウンジの子たちは何もしないもんね。しちゃダメなんでしょ。なんかお酒作っちゃダメだよね。
構そっちが好きなんですよね。あ、そう、だからラウンジの設定はたまたまそこで出会って一緒に飲んでるっていう設定だから接客しちゃダメなんです。ミクルむちゃくちゃ飲めるんだよね、お前。めちゃめちゃ強いと思います、ね、前焼肉なんか食べて飲んだ、ちょっとワインかなんか飲んだ時もめっちゃ飲めますよっつってだいぶ飲んでた。俺なんかテキーラを70杯飲んだって言ったらなんかそれがめっちゃ叩かれてる、なんで絶対嘘だみたいな。あ、そういうこと。70杯飲んだろお前、ショットで、はい、ショットグラスで、はい、化け物だ。社長は強いですか。いや俺は7杯ぐらいだね。今日飲まれますか。あ、いいっすよ、うん、結構好きなんですよね、味が。あ、味俺も1800、はい、1800のソーダ割りとか飲みますよ。はい、まずシャンパンで乾杯して。これもサムネかな。これでもう飲みます。じゃあ、はい、おっす、おっす、はい、どうも。うん、美味しい。うん、今日は何について語ってきますよ。ところでなんかトークテーマ用意してもらえたんですか。はい、まあでも話したいことはいっぱいあるけどね。まあおみそかのこともそうだし、うわうわうわ嫌いだわこれ。観覧車でね。観覧車でございます。やらないでしょこれ。やらないんだ。いや、あ、こういうセットアップはないですよ。これもキャバクラならでは。キャバクラってやっぱ陽キャの人が好きなんでしょうね。そうだね、僕陰キャなんで、うん、ボラーって感じで飲む人がキャバクラ好きだと思う、うん、こんぐらいだったら多分俺150ぐらいいけそう。すごい。そっか、量少ない。量少ない、ちょっと少ないです。じゃあ飲んじゃいますか。飲んでもいいっすね。じゃあ飲みましょう。なんで一番楽しそうにしたんですか。あとちょっとです。社長がロベロにさせてみたらしようかな。頑張るぞ。後半もロレス待てなかったら面白いです。あ、後半はあのライジン公式チャンネルの方で後編。うん、それあの全然取れ高変えてもらおう。全後編もベロベロでこれ酔っ払ってる。ピー選手酔っ払ってるんですか。いや、僕はちょっとテンション上がるけど、うん、酔い方は悪くないですよ。じゃあテンション上がるところ、上がると出るとこみたいな。ね、だって70杯も飲むんだよ。どこまでなったらテンション上がるの。確かに50杯ぐらい。確かに、どんぐらいで上がってくるの。上がってますよ。見えない見えない。みんな飲めんの。飲めます。飲める、飲みますか。飲みましょう。はい、飲みましょう。格闘技でも毎日練習してますよ。あ、今日も練習行ったし。ダメージはもうないの。まあ、一応その2週間スパーリングはやらなかったけど、うん、今もスパーリングやってます。あ、そう、うん、まあまあ俺もそうだけど、あの衝撃的な試合だったな、うん、そうですね。一番あのそのヤーマンにやられた後に自分の中の気持ちとしてはどんな感じなの。悔しいなのか。悔しい気持ちはありましたね、やっぱ。あった。いつも以上。あ、そう、はい、だってやる前にお前余裕かましてたもんね。いや、舐めてた。もういや負けっこないですよ。余裕っすとかって。そうそうそう、めっちゃ舐めてました。3人はちょっとどう思いました。え、試合見て、あーっていう、もうなんでそんなことしちゃうのって感じだったけど、まあでもあの結果でもうね、はい、結局終わってからの反響がすごいじゃん。大晦日のオファーしてた。次の日来たんですよ。え次の日、それはもうだから、いや、もうでもこれは復活するしかないですよ、大晦日に。次の日、ヤーマンと MMA で。いや、俺もう悔しかったんで行ったろうと思って。でも、よく考えたらちょっとダサいなと思って。ヤーマンに MMA で勝つなんて当たり前なんで。一緒に練習したこともあるし。だって悔しいじゃん、俺たちからすれば。そうですね、もうすぐ借り返してよって。これは多分ファンのとかと同じ、ライジン側の気持ちとしては、そんな感じで、もうちょっとミヤマン口説いて引っ張ってくるんで、とにかくミクルなんとかして大晦日やってっていう、ファンが聞くとふざけんなっていう風な。さすがにちょっとなっていうのは思って、うん、やるならやっぱキックボクシングでやり返したい。なるほどな。なんであんなちっちゃなリングだったの。いや、わかんない。それもうその試合当日知ったの。ほんと、むっちゃちっちゃいで。ちっちゃかったっすね。地下格闘技思い出しました。地下格闘技じゃ
まあ、あらゆるところで舐めてる。まあまあ、それはそうですね。舐めた結果だ。ちょっと、急遽オファーすぎたし、まあ、いろんなね、舐めてましたね。うん、でも、もしヤーマンが平本に勝つんだったら、やってもいいですけどね、MMA で。そうだな。だけど、それで言うと、この前の、ライジンの大晦日の会見でヤーマン発表した時に平本の発言を聞いて何か思うとこあんの？ミクルがいて自分は始めたしミクルとやりたいっていう、あんなにストレートに言うと思わなかったんだけどさ。うーん、もう分かってましたけどね。何が？いや、その気持ちはね、はい、気持ちは届いてた。でも、はい、言葉にしたりファンの前であんな風にトロすることはなかったわけじゃん。そうですね、うん、彼なりの考えがあるんじゃないですか。まあそうだろうな。どうなのよ。だからヤーマンをパスしてきたら平本の挑戦を受けるの？もう全然いつでも。いつでも、ヤーマンがもし勝ったら。ヤーマン勝ったらどうすんのよ。ヤーマンと MMA でやりましょうよ。なあ、そうだな。そうすると大晦日で平本蓮が勝つかヤーマン勝つか、勝った方とミクルは MMA でやるっていうことだ。ヤーマン多分受けないと思いますけどね。そう？だって僕と MMA の練習してますからね。そうだな。だからちょっと期間上げてやるしかないじゃん。そうですね。それだったら。まあだけどミクル、来年はなんか一緒に組んででかいことをやろうっていう話もしてるんですさ。そうですね、うん、そこでじゃあ僕復活しようかな。そうする？はい。まあそれをね、いつでどこでやるか相談して。まあ夏じゃないですか。え、夏じゃない、夏かな。まあまあ大晦日見てだな。まあじゃあ作詞で見ますよ、2人の試合を。いやいやいや、楽しみ楽しみ。知ってます？ついてこれてます？格闘技の話。ヤーマンのも見てました。ヤーマンのも見た。見てた。ヤーマンがこういうとこ来るやつでしょ。あれ、そう。ヤーマンは会ったことない。まあ、ない。知ってます？ヤーマンまあまあ知ってるじゃない。知ってるじゃん。負けた姿見た。見た。何笑ってんですか。そんな。バカにしてるのか。してない、してない、してない。だけど、格闘技を見た時に思う、例えば朝倉未来が KO されたシーンを見てどう思うわけ。どう思う。うん。いや、本人の前で。怖っと思うのか。本人の前でもう。うん。言えないでしょ。ダサっていう思うのか。いや、ダサは思う。怖ると思うのか。あ、危なそうってなった。危なそうってなった、うん、痛そうとか。痛そう、なんか危なそうって。危なそう、うん、心配ですよね。でもまあ見ちゃいます。心配してる。結構殴り合ってるんで心配しちゃいます。そうなんですよね、はい、女性人気はね、もっと増えていかないといけないですよね、格闘技界はね。そうだな。痛いっすもんね、多分その音とかも血が出るのとか。だけど見に来て見てみたら結構ハマる女子多いよ。うん、うん、そうなんだ。うん、ストレートにやっぱり伝わるじゃないですか、うん、勝ち負けも含めて、うん、みんなが本当に全力で戦ってる姿に感動する人って多いと思うけどね、うんうん、熱量が伝わりますか。他のスポーツよりもより激しいじゃないですか、うんうん、だから女性ももっともっと好きになってもらえると思うけどな、うん、まあ、だからイケメンをどんどんこうオファーしないと。ジャニーズとか、ジャニーズとか、ね、あんな感じなんで、あんな感じなんでね。ジャニーズタッキー、タッキーやってくれんかな。ジャニーズとジャニーズ、岡田くん、あ、めちゃめちゃ強いですね。強いもんね。でも相手がいないんで、うん、来年のその大きな興行でジャニーズの戦いも組むだけで観客半分ぐらい埋まりますよ。そうだな。ジャニーズ口説きにも。口説きにも。ね。クル選手は平本選手。根はいいやつじゃないですか。でも、まあ、人間なんでお互い嫌いなところもあるし、こうなんかネチネチ、なんていうの、ああいう暴露系みたいなのはすごい嫌いだし、でもいいやつだなと思うし、まあ、いつか戦うんだろうなと思いますね。うん、大晦日なんか楽しみなカードがあります。いや、でもヤーマン平本 はどう思ってるわけ、展開としては。あ、展開ですか。俺ね、うん、ゴブゴブなんですよね。簡単じゃないでしょ、平本。なんか平本が、うん、テイクとか行き始めたら、うん、危なくなるんじゃないかなと思って。じゃあ打撃で戦えってことの方が、うん、いいんじゃないかなと思うけど。そう、ヤーマンって寝技っていうか総合結構できるの。
まあ、ヤンマンね、立つ力が強くなってきてるんで、うん、山本が抑え込めないと思うんですよね。あ、そう。まあ、打撃戦の方が分があるんじゃないかなと思うけど、うん、一方的なワンサイドの試合にはならんね。いや、でも打撃ですぐ終わるかもしれないし、山本がテイクとか行き始めたら、うん、すぐには終わんないかもしれないですね。まあ、いろんな人たち の, あの予想はもちろんあるんだけど、そんな簡単に平本が勝てる試合ではない。まあ、勝負論ありますね、すごい、うん、そうだね。ああ、富澤君がね、はい、富澤君ってめっちゃ強いらしいな。まあ、あの相手の選手の方が全然実績あるんで。しのぎか、はい、まあ、クラッシュのチャンピオンじゃん、はい、だけどあのこれでブレイキングダウン代表の富澤が勝ったら、ちょっと格闘技界はあの地殻変動するね。クラッシュのチャンピオンに勝つっていう、まあ、アップセットではありますけど、ただ世間の評価的には、うん、富澤君が勝つと思っている人も多いかもしれないですね。そもそも篠塚選手のことを知らない人が多いから、知らない人が多いから、そのブレイキングダウンのせいで、うん、だけど、まあ、格闘技をしっかり見てる人からしたら 7-3 ぐらいで篠塚選手が勝つみたいな。格闘技関係者の中でも富澤が勝つっていう人が結構いたな。ああ、うん、その人は結構見る目がないですね。あ、そう、うん、まあ、篠塚ってでもいい選手だよ。めちゃめちゃ強いですよ。強い。もともとボクシングベースから上がってきて、それこそ2試合ぐらいしか見てないけど、うん、その富澤君が決まって、うん、もう全然篠塚選手の方が強いなと思っちゃいました。あ、そう、うん、でも分かんないですけどね。分かんないな、はい、そういう意味では太田忍、芦沢龍生とかって、あれはちょっとかわいそうなカード組みましたね、社長。いやいや、組んだんじゃなくて、だって芦沢が太田とやらせてくれって言うんだ。もう絶対勝てますって言ってたよ。絶対勝てないと思います。俺1億かけれるもんな。周りはみんな反対してるけど、本人の中では絶対勝てますっていう。まあいいんじゃないですか。でも芦沢選手って別に負けてもね、うん、そんなに失うもんない。失うもんないし、うん、まあ逆にそのぐらい覚悟を決めて MMA やってるってことでは、腹も座ってるし、ちょっとなんかもう少し軽い相手で最初は行かせてくださいとかって言ってくるのとは全然違うんで、うん、それはそれで 見どころあるなと思ってるんだよね、うん、あとアンポ選手 MMA デビューです。まあでも久保選手なんで、うん、MMA デビューといっても、まあほぼキックボクシング、まあ、そうですね、あの2人がやったら MMA っていうルールっていう、でも打撃戦になるの、どうなる。久保ってグランドに行けんの。いや、持っていくと思いますよ。あ、そう、はい、ただね、微妙なレスリング力の人が、うん、テイクダウンに失敗した時、体力の消耗がすごいんですよ。あ、そうなんだ。で、打撃がこう拮抗してる時に、うん、打撃戦に戻るじゃないですか、はい、で、テイクダウンディフェンスした側の方が体力削れないんで、うん、もう失敗したらもっと安保選手有利になるんですよね。なるほど。だから、これはなんだかんだ安保君が有利なんじゃないかなと思っちゃったりしますけど、うん、あのフィジカルっていうか肉体的にも安保の方がでかいからね。今回70キロでやるんで、久保って66じゃん、うん、で身長体重もそうだし、手足も安保でかいんで体、うん、まあでもね、あの久保君の方が全然腰は強いですけどね、そのテイクダウンディフェンスにおいては。ただ2人がやったら関係ないじゃないですか、うん、まあ面白い試合になるし、うんうん、とんでもないレベル の, あの打撃の攻防が見れると思いますから、ね、うん、あクレルル対サルトリナ、そっかそっか、それ楽しみですね。どう思います、どっちが勝つんですか。まあ、クレベル有利だと思います。うん、あと待機のマッチが2つ、うん、まあまあ豪華ですね、そう考えると。そう、そうだよ、うん、大晦日らしいラインナップの、まあそういう意味ではあのデビュー戦も含めてタイトルマッチまで幅広く、うん、守備範囲広くあの見るものがラインナップされてる、できてるんじゃないかなと思うけどね。いいですね、うん、エンタメと本物のカード、本物のカードと、はい、本物さんが会場来られるんですか。もちろん来るでしょう。会もねやるし、あの平本ヤーマンの試合は作詞で見届けてもらいます、うん、国歌歌ってよ。はい、
国歌、国歌斉唱。でもうまいんだよ、歌が。タイトルマッチ。歌出してるの知ってる？知ってます。カラオケで歌ったりします？それは聞いたことない。なんかめっちゃ面白いのが、ユーリがなんかあの、うん、沖縄かどっかに行った時に、なんか俺のその曲が入ってて、うん、俺誰が歌ったのって聞いたら、うん、朝倉海だったらしくて。沖縄大会の時に歌って。なんですけど。おもろいな。だけど。国歌斉唱でいろいろ考えて誰かに歌ってもらおうかなって、まあユリ君に歌ってもらったこともあるけど、絶対堀口選手と目が合ったら笑っちゃうでしょ。いやいや力抜けちゃうでしょ。いやそうかな、それは普通にやめた方がいいですよ。そう、まあ、絶対いいと思うけどな。社長なんかサプライズアップみたいなのあるんですか今回。大晦日、ああ大晦日、まあサプライズアップいろいろ考えてますよ、うん、まあ、来年に向けてのなんかね方向性とかいろんなものが伝えられたら発表できたらいいなと思ってるし、来年は本当にまたミクルもね、ライジンに、ライジンでどういう相手とどういうテーマで戦っていくのか、そういうこともあの一応考えてはいるんで、うん、まあできれば格闘技が本当に日本のエンタメとかスポーツコンテンツを席巻するぐらいでかいことやろうっていう、なんかそういうミクルの思いにもベットしてるところもあるんで、まあ夏にやりましょう一緒に、まあなんかやろうよ、そこで僕も試合するし、うん、ジャニーズの試合も組んで、で社長もやっぱ出てもらわないといけない。俺はまああの本当に前田明さんと対決って、いやいやいやあのウェイトが違いすぎるし、確かに確かに、うん、笹原さんと佐々木場社長で2対1に2対1 誰かそうだな、誰か助っ人雇ってたな。アゼルバイジャン大会見ました？あ、見ましたよ。あ、見ましたっていうかそのリアルタイムでは見てないけど、うん、次の日に見ました、うん、どうでした鈴木チーム？おお、やったなと思いましたけど、ね、うん、あれってどのぐらいペーパービュー売れてます？まあまあまあ売れた、うん、まあ実数で言うとちょっとあれだけど、結構じゃあ求心力出てきましたね。うん、そう、あの時間帯で海外でどんなことやるかってみんなちょっと興味あるじゃん、うん、そのマッチメイクがうんぬんかんぬん以上にライジンがアゼルバイジャンまで行ってどんなことするのっていうところにはすごい興味がみんなあったんだと思うんだけど、まあ、それにしてももう少し浅い時間でやりたかったのはやりたかったけどね、うん、でもすごいっすね、うん、絶対負けると思ってたんで、うん、まあ絶対的な不利だもんね、アウェーだし、うん、まあ、2連チャンですごいことしてるよ、だから、うん、だからそう考えると芦澤君も勝つかもしれない。芦澤流星と一回会って話聞いたら、あのいや勝てるわけないだろうとかって思って会っても10分ぐらい話聞いてたらお前勝つかもしれないなってぐらい洗脳されちゃうわけ。話が上手くて面白いですね。面白い、うん、ずっと話してんだから。あの試合の直後にワンオクのライブ行ったんですよ、うん、そしたら鈴木千尋君と会って、そう一緒に写真撮りましたよ。11月のアゼルバイジャンの後で多分後だったと思います。鈴木千尋君が一緒に来てたスポンサーの人がなんかが一緒に写真撮ろうとか言ってきたから、うん、断りづらいから一緒に3人で気まずいな。俺たちのこと分かってんのかと思いながら、まあ、一応ピースしました。まあいい子ですからね、あの子も。まっすぐ。まっすぐだね。本当に熱血感な感じ。うん、まだ23歳だもん。有望ですね。ね、うん、テキーラおかわりしますか？全然全然。はい。しましょう。みんな、女の子たちは、見に行った試合とかあるんですか？ライブで、生で見たことはない。ライズ？うん、見に行ったことある。誰の試合が印象に残ってます？あ、でもその時最後ヤーマン出たらしい。あ、そう。でもヤーマン見に行ったわけじゃなくて、うん、ヤーマンのことめっちゃバカにしてない、さっきから。ヤーマンの嫌いなの？違う違う、いいやつだよ。出てたその人がヤーマンを敵対視してるから、あ、そう、そういう言い方になってしまう。アンチではないです。見に行ったことあります？私はないです。ない、はい、ない。あ、そう。大晦日招待したいじゃないですか。ねえ、見て。大晦日も行きたい。行きたいですよね。行きたいです。いつも見てます。いや、絶対生で見た方がいいですよ。はい。僕はペーパービュー派ですけどね。
まあ、そう。いや、そんなこと言うなよ。まあ、だけど、ブレイキングダウンの見られてる率ってすごいな。そうですね。今あらゆる エンターテインメントコンテンツの中で最も回ってるんじゃない、再生回数だけでいったら。そうですね。なあ、うん、すごいよ。すごいコンテンツになりましたね。なったね。まあ、よく思ってない人も多いですけどね、やっぱ特にプロ格闘家、うんうん、まあでも半分ジェラシーなんですよ。まあまあそれはそうだ、うん、で格闘技を極められる人っていうのは本当にこう精進してごく限られた特別な才能の持った人しかやっぱりトップアスリートになれないじゃん。でも基本やっぱり世の中に流行るのは小学生でもそうだけど、学校に行ってライジンごっことか、おお眩しいな、あのなんかあの真似事がやっぱりあると流行りになるんですよ。小学生って子供の頃って僕らでもちっちゃな頃はやっぱりそのテレビで見たものの影響とかの真似事はするじゃん。ブレイキングダウンは知ってるの？何回か見てます。あれ、ライジンに勝ってるじゃないですか社長ちょっと待ってまあまあいいんですよ、いいんです、どっちもね、はい、どっちもね、はい、どっちもなあ、あの人は何なんですか、さっきからすごい伸ばしてた、ね、伸ばしてる、なんか自分が伸びたいんだろ、伸びたいんですか、うん、酔わせたいっていう社長好きなタイプどんな子なんですか？俺はね、でも僕、今30歳やろ ?31 です。31。だから、あと30年ぐらい経つと、見えてくるものがあるんだけど、タイプは変わるんだよ。いやそれ分かる。分かる、うん、もう、あの、今のタイプ。今は、とにかく若ければいいね。ダメダメ。素晴らしい。じゃあ、だって、よく考えろよ。60歳で、おっさんを、あの愛してくれる20代前半の子がいたらもうそれだけで OK じゃん。しかも前半がいいんですか、うん、あのですね僕の理論の中で言うと25歳過ぎると女性ってやっぱり考え方変わるんですよ。若ければ20歳とか21歳の女の子の頃は別に恋愛で傷ついても別に何かを求めたり自分あ、まあ、次行こうって思えるじゃないですか。25超えてくるとだんだん結婚とかですね、責任どう取ってくれるのとか、いろんなことをこう要求するようになるんですよね。だから25歳以下の女性の方が俺はいいんじゃないかなと思ってます、はい、ちなみにミクル選手はどういう子が来るんですか？それもね、最近分からなくて好きにならなすぎて。あ、人が、そうなんですか。出会う子場所ってあるんですか？出会う場所は結構ありますね。あ、そうなんですね。なんかこう、僕いろんな飲み会とかやっぱ誘われるから、あ、うん、ガンガン来るだろうしね。いや、結構来るっすよね。もうバンバンっすよいいなさすがにもモテますよ。それはモテるでしょ。告白するだけしとこって言って、そんな感じもあるよね興味持ってくれたらラッキーって感じじゃん。社長酔ってます？いや酔ってます飲みましょうか。はい、飲みましょう。おっす、ありがとうございます。すいません、牛乳もらっていいですか？牛乳、テキーラを中和するのは牛乳なんですよ。へー、うん、そうなんだ。ポン酢とかも聞きますね。どのぐらいのペースのお酒とか飲むんですか？試合とか決まると飲めないんで、試合ない時はいろんな会にこう呼ばれるんですよ。結構飲みますよ、週4、5とか。すげえ。もともとっていうか、そもそもお酒は好きなの？お酒は好きですね。好き、はい、まあ、でも、酔わないんでしょ？酔いますよ、酔うけど、うん、二日酔いとかはないんですよ。ないんだ、はい、ありがとうございます。みんなも試してみた方がいいですよ。本当にすごい牛乳いいですよ。ちょっとみんなにちっちゃいのあの消えますもらってよ。1、2、3、4つ。コーヒー牛乳とかもいいらしいです。ああ、そう、確かに見たもん。ブレイキングダウンとコラボとかってあるんですかね？今後は大事コラボ。あ、でも僕と一緒にやるってなったらやっぱブレイキングダウン選手も出さないと、ね、うん、そうだね。そこはいいんですか、うん、まあ、でも結構力つけてきてて、
この間もプロ対抗戦勝ち越しちゃったんでね。それどうなのよ、もうなんか。まあ1分だからっていうのはあるけど、まあ、それは3分3とかだったら多分負けますよ。うんうんうん、でも1分っていうルールの中ではね。中では勝ったっていう。1分って、たかが1分、でもされど1分でいろんなことが局面起きるじゃん。それにこう目をつけた三國はそういう意味では天才だなと思ったんだけど、うん、その1分に特化した中で戦うことをみんなブレイキングダウンの選手たちは頑張ってるわけじゃん。プロだから1分でアジャストできるかっていうとまたやっぱりそれも難しいと思ったり、まあ、でもさっき言ったみたいに実力つけてきてるっていうか1分のルールの中で強い選手もいるからね。対抗戦みたいなのもあるんですか。いや対抗戦っていうのはまあなかなかその難しいと思うけどね、まあ、だけどブレイキングダウンで本当にその先プロとしての今回の富澤君もそうだろうけどチャレンジをしてくる選手たちは出てきてしかりだと思うけどね。対抗戦できそうですけどね、来年のなんか夏とかだったら、うん、なんかそれまでにメンバー作ってたね、はい、やっぱ盛り上がりますからね対抗戦で、うん、そうだよな。今韓国でもぜひやってくれみたいな話があるから、まあ、日韓戦も含めてなんか対抗戦みたいなの組んで韓国大会をやるとか、うんうん、そういうのも一緒にやってもいいと思うし、みんな騙されたと思って一回ちょっと牛乳で飲んだ後すべてごめんなさい。確かに初めて。じゃあ飲みますよ。はい。よし。はい。ちょっと気にしてる。ちょっと飲んで。まずい。なんで？合わないっすねこれ。本当？絶対消えるじゃん。なんか酒飲んでた感じが朝になる。あ、めっちゃわかる。めっちゃわかる。夜から朝になる。健康志向となんかこう。メンタルが変わってしまう。言語化してくれた。早かった。夜から朝に。消えますよね。テキーラ苦手な人とかは。うん。確かに味が。苦手な人は飲まなきゃメンタル。そうだよ、そう。無理する必要ないから。せっかくなんで、ちょっと勝敗予想してください。タイトルマッチ2つ、ミクル選手。堀口選手 VS シンプル選手。このカードって、わかるじゃないですか、どっちが。朝倉海に関してはあんまよくわかんないけど朝倉海が勝つとしか言いようがないんで。まあそうだよな。三浦国選手対小橋選手だったり。ああこれ勝負あるね。どうなんだろうな、これ難しいけど。どっち？小橋選手かな。おお、そうなんだ。決めきれないんじゃないかなっていう。なんかいい感じの寝技でセットまで入ったりするけど決めきれず、まあ最後大手でやられるんじゃないかな。なるほど。すみません、トイレ行ってきます。全然変わらないですね。何も変わらないですね。この程度じゃ。吐いたこと一回もない。一回もお酒で。生ガキ当たった時に吐いたぐらい。うん、違う。でもね、胃腸がやられてくるんだよね。胃腸なのかなんかよくわかんないけど、牛乳とか確かに胃腸を守ってくれるかもしれない。膜作ってくれた、はい、確かにちょっと膜作っとこ。ジ選手はお酒で一回も吐いたことない。そうだ、本当にそうだ、一回もないです。テキーラの紐ですか。本当吐けないです。おやじさんとおふくろさんも強い。多分おやじが強いと思います。あ、そうなんだ。いやいやいや、うん、まあ、体の中の酵素の量とかだ。強くていいことないですからね。そうか、うん、でもあの高田信彦っていいですよ、高田さん、うん、高田さんもむちゃくちゃ強いわけ。酔えないからどれだけ飲んでも、うん、でそれで辛いっていう、うん、だからミクルとかも多分安くちょっとの量で酔えるんだったらその方がいいっていう、どんどん飲まされるけど全然酔わなくてもうみんな周りが潰れていくわけ、うん、本当に酔ってみたい、うん、酔は酔いますからね。僕酔は酔うんだね。化け物みたいなタイプじゃないから。あれなんか吐く人いるじゃないですか。そのなんていうの、マゲロっていうの。ああいう人たちって何なんですか。何マゲロって。いやなんかこういう場所で吐いちゃうみたいな。
いるいる。それはあれですか、わざとですか、それでも酔っ払って、ここでこう寝てて、起き上がったらゲーとかって、まあ、それはしょうがないですけど、うん、起きてるのに吐くやつって何なんですかね。うん、間に合わない。トイレ行けよって思っちゃう。じゃあ、ちょっとこの辺りで朝倉未来チャンネルは応援にしまして、はい、ここからライジン公式チャンネルの方で、まあ、同時投稿で、ね、後編上がってると思うんで、概要欄の方から見ていただけたらと思います。じゃあ、また。